ヒールリークス。ここで何かがあった。人の気配がない。マレーよ、どこにいるの？マレーよ。来たか、キャスティン。ここで何を？その問いの答えに意味はない。問うのならば、ここで何が起きたのかだ。赤種法を覚えているか？エイル薬師団にとって大事な花だった。赤種法。キャスティ、さあ思い出せ。私もその一助となろう。あれは二年前のこと。夏草が匂い、雨季の近づく季節だった。うん、わしは死ぬのか。いや、あんたは助かるよ。救いの手がもうすぐ来る。早いな、助かる。マレーヤ、容体に変わりは？ひどく痛むようだが、意識は明瞭。応急処置も済ませた。家に帰さず、ここに引き留めて正解だった。さあ、リンロさん、この薬で痛みも和らぐわ。脈よし、呼吸よしと。ありがとうよ、これでまた屋根に登れるわい。おいおい、懲りねえな、じいさん。しばらく安静にしていろ。雨漏りで命までは奪われまい。屋根の修繕なら任せて、後で私がやるわ。キャスティ、それは薬師の仕事じゃない。ただの世話好きだろう、お母さんよ。からかわないで。そういえば、トルーソーは？
すみません、休館がありまして。噂をすればね。おかえりトルソー。休館って？サリーが倒れたというので見に行ってきたのですが、今のところ容体は安定していました。はい、カルテ。でも心配なのでまた見に行きます。言うと思ったわ。トルーソーは誰より患者思いだもんね。だがそれでこそ薬師だ。一人でも多くに救いの手を。キャスティのその言葉に共感し、私たちは集まった。ああ、それがエイル薬師団だ。みんな、ありがとう。でも働き詰めはダメよ。一息つきましょう。ランディにジーハのお世話を教わっていたところです。ジーハ？はい、私もジーハのことは大好きですから。みんなに愛されてるのね、ジーハ。ランディ、アンディとの仲はどう？あの通り暑苦しい兄ですから、たまに喧嘩もしますよ。まったく、マレーヤさんのような知性がアンディにもあれば。でもあなたが今ここにいるのはアンディの行動力のおかげよ。確かにアンディにもいいところがあるようです。ええ、二人は名コンビね。サリーの様子はどう？元気そうに遊んでいましたよ。僕の杞憂でしたね。いいえ、杞憂だなんてそんなことはないわ。患者さんに親身なところはあなたの長所よ。ありがとうございます。後で他の患者さんも見てきますね。リンドさん家の屋根の様子を見てたところです。悪いわね、アンディ、変わってもらっちゃって。何言ってんすか、力仕事なら任せてくださいよ。頼もしいわね。ありがとう。みんなの様子は問題なさそうね。さて、それじゃああとはカルテの整理でも。大変だー！でも、でけえ声がしたと思ったら、なんだなんだ。顔色が悪いわ。どうしたの、テム？サリーが急に倒れて、呼んでも起きてくれないんだ。サリーのところへ案内してくれるね。
みんなも行くわよ。トルーソ、私にも見せて。頭に腫瘍がある。さっきまでなかったのに。診察の後、何かの弾みで急に腫れたのね。あなたに落ち度はないわ、トルーソ。とにかく腫瘍を溶かす薬が必要ね。あ、それってまさか赤種穂か。赤種穂ってリフィア山の山頂に咲く花ね。あそこは魔物だらけだ。誰も立ち入らない。トルーソ、どこ行く気だ。採取に行く気か。やめておけ。患者を増やすだけだ。効果は弱いが、手持ちの薬で様子を見るべきだ。でも確実に救うには赤種穂がいります。僕は救いたいんです。この手でできるだけを。でもよ。マレイヤたちは手持ちの薬で治療を続けて。その間、トルーソーと私で赤種穂を取りに行くわ。団長。おいおい、おせっかいにも限度ってもんが。いいえ、おせっかいじゃない。この子は危険な状態よ。トルーソーの判断を支持するわ。アンディ、団長命令だ。ここは任せろ、キャスティ。私たちも最善を尽くす。ありがとう、マレイヤ。団長、あれです。しっかりしなさい、トルーソ。飲んで。苦いけど疲れが取れるわ。セイリンカですか。団長はいつも抜かりないな。常備薬よ。みんなよく無茶するから。そういえば、どうして僕の判断を指示してくれたんですか。私が指示したのは、誰かを救いたいって気持ち。あなたの純粋な思いを薬師として応援したかったの。参ったな。僕がまるで子供みたいだ。
人でも多くに救いの手を。エイル薬師団の信念を聞いたとき、運命を感じたんです。僕が薬師を目指したのは妹の病気を治すためでした。不治と言われた病を何年も必死に勉強したけど、結局治療法を見つけられないまま妹は僕の目の前で死にました。でも妹が最後に言ったんです。私は間に合わなかったけど、その手で他の誰かを救って。ドルイさん、さあ取れました。帰りましょう団長。サリーが救いの手を待ってますから。そして私たちは無事赤種穂を持ち帰り、サリーは一命を取り留めた。赤種穂、あの時トルーソーと取った羽、彼は誰よりも優しくて純粋だった。ああそうだったな。だが純粋すぎた。それゆえに彼の心はあっけなく黒く染まったのだ。え、思い出せキャスティ、あと少しだ。どこに行くのマレーヤ。村の広場だ。待っているぞ。長い遠征だったね。その分成果もあった。多くの人を救うことができた。ようやく我が家だぜ。今日はゆっくり休めるな。ジーハもお疲れだ。トルイソーはちゃんと留守番していたかしら。そんなに子供が心配かい団長。もうからかわないで。それにしてもやけに暗い。視界が悪いわね。どうしたチーハ。大変、動物たちが。団長、私行ってきます。がおかしい。確かめないと。
薬師団が帰ってきた。助けてくれ。あれは、サリー、タム、脈がない。何だと。おいおい、何があった。サリーとテムが遊びに出て帰ってこなくて、村総出で雨の中探したら山の裏で見つかった。そん時にはもうぐったりしてて。トルーソーがいただろう。あいつはどうした。薬師の家に行ったんだが誰もいなかったんだ。なんだと。トルーソーはどこへ行った。二人とも体中に黒い腫瘍がある。吐血の跡も。血が黒い。黒い血。何かの中毒に違いない。嫌な予感がする。なあ薬師さん、俺たちも変なんだ。さっきから震えが止まらねえんだよ。麻痺の症状が出ている。おい、どうした。黒い血。アンディ、マレーヨ、全員の軌道確保。救えなかった。一人も。しくしょう、どうなってやがる。団長。あちこちで村人たちが倒れて亡くなっている。とにかく状況を整理しましょう。最初に倒れたのはサーリーとテム。二人を捜索しに出た村人たちが次々と倒れていった。みんなは何の毒に。待て。黒い腫瘍と血。この症状は。水たまりが、水たまりの色が変だわ。ランディ、お前腕にあざが。あなたも。くそ、どうなってんだ俺たちまで。雨の色が紫色。みんな早く街灯をかぶって。原因はこの雨よ。雨に打たれた順に症状が出ている。あれは
山火事か？いや、違うな。木々が燃えてもああはならん。じゃあ、あの煙は一体？わからない。ただ一つ推測できることは、この雨の毒素があの煙によって空からまかれているということね。どうする、キャスティ？このままでは村の外まで被害が広がるわ。一人でも多くを救うためには、あの煙を止めるしかない。そして、それができるのは私たちだけ。よし、急いで向かおう。アンディ、ランディも一緒に来てくれ。わかった。エルマはここに残って、村の人たちの救護。さあ、行きましょう。私たちは突き止めに来た。村人の命を奪っていった雨の原因を。この先に忘れてしまった過去がある。取り戻さなきゃ。こちらの番だな。掃除する。ゴミは片付けなきゃ。行くぞ。この力を。私の番ね。えいっしょー。私の獲物だ。来た来た。よし、さあ行こう。どうしようかしら。やあ、さあ遊びは終わりだよ。くらいね。ここから。ダメだ。行くわ行く。来た来た。はっ、えいえい。およ、え
掃除する。よし、私の場合行くぞ。スイッ、まだまだだな。ここでいざ。どうしよう。やったー、私の獲物だ。行くよ。こちらの番だ。さて、さあ行こう。行くわ。無理しちゃだ。やっ、クライナ行くぞ。やっ、この目だ。おや、ヘイヘイ。さて、もう大丈夫。ヨッピー、ここからだ。ふっ、デボン、ソラ、さあ、行こう。インガチョウ、ソン、行く。ごめん。富国の誇りとともに。次の患者はと。行くよ。ここからだ。おお、どうしようかしら。はい、来た来た。どりゃあ。そこくらいな。オッケー、ソロン。行くぞ。落ちた。傷を癒したまえ。ヨッピー、そうか。よし、ここからだ。私の獲物だ。来た来た。どりゃ、私の番ね。こちらの番。どうしようかしら。傷を癒したまえ。デボン。いざ。ザクッ、うん、来た来た。どりゃー、ガオかかってこい。ここからだ。やっ、この目だ。私の獲物だ。行くよ。そこだね。どうしよう。はい、これ、来た来た。はっ、さて、えいっ。こちらの番だな。そこ、どうぞ。行くぞ。やっ、ごめん。おや、はっ、行くよ。行くわよ。やっ、いざ。世辞はいい、剣が錆びる。
デボンコ。フライナー、私。はっ、それ。ここからだ。ふっ、戻れる。かっこいい。そこ。任された、チョローネ。どうしようかしら。やおや。どやそこ。行くわよ。はっやさあ。ふっけえいっふっふっふっさあ。そうだ。行くぞ。どうしよう。来た来た。よ。行くよ。よし。オッケー。はっ。おお。こちらの番だ。うん。いや、止めろ。富国の誇りとともに。あれは。みんな死んだ。みんなもっと触れ、もっとだ。ああ、お帰りなさい。せっかく皆さんのいない時を狙ったのに。やっぱり駆けつけちゃうんですね。まさか、トルーソーなのか。どういうことだ。説明しろ。この煙はとある毒をいぶしたものです。それが雨雲となりこうして降り注ぐ。これは涙ですよ。この世に生き苦しむ者たちの涙なんです。何を言ってる。自分のしていることが分かってるの。はい、団長。僕はエイル薬師団の信念に従っているんです。一人でも多くに救いの手を。これは救いの雨なんだ。トルーソー、サリーとテムは死んだぞ。はい、僕がやりましたから。子供がいなくなればみんな雨の中でも探すでしょ。嘘。村人を雨にさらすためあの子たちを利用したと。なぜだ。サリーはお前が命がけで救ったのに。はい、あの時の僕は真実って
その手で多くの苦しみを救いたい。あなたは言ったじゃない。団長、苦しみって何だと思いますか？生きることですよ。いつかの遠征で会った男を覚えていますか？あの人に僕は全てを教わったんです。この世の本当の姿、ここが汚れた墓場で、僕らは苦肉にたかるうちだってね。おや、団長もようやくかかりましたか。僕は苦しみからみんなを救ってあげるんです。感謝してほしい。いいえ、間違っているわ。私たちの手は命を奪うためにあるんじゃない。トルーソ、あなたの手は誰より温かかった。キャスティ、目を覚まして。こんなのあなたらしくない。キャスティ、よせ。もう何を言っても無駄だ。冷静になれ。とにかく急いで村に戻ろう。ダメよ、焚き火の火を消さないと。火は簡単に消せそうにない。おそらく隣石炭を大量に使ってる。戻って人命を優先すべきだ。まだ助かる人がいるかもしれない。さあ、団長、もう心残りはないでしょう。僕が代わりに一人でも多くを救いますから。もう行かなきゃ。西の果ての王国ティンバーレインで戴冠式があるんです。人が大勢集まるんですよ。とっても大勢。次はそこに雨を降らせます。やめなさい、トルース。ふざけんなよ、ランディ。ああ、マリア、団長を頼む。ランディ、ランディ。
いいか、覚えときな、ドルーソー。これが一人でも多く救うってやつだぜ。よせ、うわー、火が消えちゃった。まあいいや、この地域は大体済んだろう。この毒は大気にも溶ける。どこに逃げたって同じことだ。兵力推進だ。雨はまだ止みそうにない。キャスティ、しっかりしろ。キャスティ、キャスティ。死なせはしないぞ。この花びらを飲み込め、キャスティ。これだけでも少しは雨に抗えるはずだ。この花の調合さえできれば。恨むぞ、この未熟な腕を。行こう、キャスティ。仕掛けで守ってくれたのか。すまない。ジーハ、会いたかったぞ。相当弱っている。雨を避けてはいるが、空気も有害に違いない。ここから離れなければ。力を貸してくれ、ジーハ。雨雲は山の方角へと流れている。ならば逆へ。キャスティを生かす、今はそれだけを考え
生き延びるぞ、キャスティ。すべて思い出したな。マレーア、あなたはもうこの世には。そうだ、私はあなたの記憶の残滓、幻に過ぎない。私の記憶だから、話せるのはあなたが知ることだけだ。そしてそれもここまでだ。マレー、みんながつなげてくれたこの命で、私は救いたい。この手でトルーソを止めるわ。きっとできる、あなたなら。Thank you.
Thank you.